ビリャビシオーサは、スペインアストリアス州のコンセユ。同盟の教区、ビリャビシオーサを中心とした41の教区から構成されている。ビリャビシオーサは、シドラの品質の良さ、そしてブマラエスの豊富なことで知られている。中世にはマリアヨと呼ばれていたため、住民の故障は複数型でメリズである。現在の地名、ビリャビシオーサとは、肥沃な村を意味する。 地理的条件、気候の良さ、肥沃な土地が旧石器時代からあったと考えられている。要塞化した巨流地であるヒルフォートも多種多様に存在しており、特に西部の川口付近に多く集まっている。ローマ人の定住を物語る破合いや石ブみがコンセユ各地で見つかっている。ローマ人、ビラートは現在のロディーレス付近の河口にあった。 アストリアス王国時代になると、住民は、ロディーレスから、アマンディアカモカへ移動した。レオンオアルフォンソ9世は、この地域への再植民を始めた。カスティーリアオアルフォンソ10世時代の1270年、ビトリアでの文書にいて、町の地位が与えられた。同時代に、現立市東会が、サンタマリアでバルデディオス修道院と荘園を築き、民への布教を行った。 14世紀にビリャビシオーサと名が改められた。住民は司教を助け、エンリケ王子の庇護を受けた、基本白爵と争いを続けた。15世紀終わりには、町が大火で荒廃したために、カトリック領王はビリャビシオーサ全体の再建のため資金を提供する、布告を行った。サンタマリア教会に近接して立っていた病院は、地元住民より、 むしろ会場のサンティアゴの巡礼路を行く巡礼者たちが立ち寄っていた。1517年、嵐のためサンタンデール上陸を諦めた神聖ローマ、皇帝カール5世がタソネス漁港に上陸した。教区の代表者たちは皇帝と妹、レオノールをビリアビシオさえ案内し、皇帝一行はロドリゴでエビア帝に3泊4日滞在した。17世紀。 ビリャビシュオーサには上流階級の邸宅、宮殿や広場が建設され都市の景観が現れた。19世紀スペイン独立戦争ではビリャビシュオーサはフランス軍によって数回占領された。漁港の町タソネス第一次産業従事者が約35%、第二次産業従事者が約19%、第三次産業従事者が約45%と、 なっている。ビリアビシオサには、プレロマネスク様式、ロマネスク様式の境界建築が数多くある。ありがとうございます。